軍事航空博物館はアメリカ合衆国バージニア州にある航空博物館。飛行可能な軍用機を所有する世界で最大規模の博物館である。博物館の所蔵品は主にジェラルド・イエーゲンとイレイン・イエーゲン夫妻のものであった。二人はバージニアビーチ市に長年在住していた。ジェラルドは現在センチュラ・カレッジという名称の航空教育学校となっている。 タイドウォーターテックを設立した実業家で長い間民間の操縦士であったが軍に入隊したことはなかった。彼は民間機の飛行しか経験したことがなく大抵総発の PA-60 エアロスターに登場していた。1994年の秋、ジェラルドはカナダで開催された PA-60 所有者の年次大会に出席しており、ある夜に オンタリオ州ハミルトンのカナダ軍用機遺産博物館で行われた多くの歴史的な飛行機の中でのディナーダンスに参加した。ダンス参加者は1940年代の服を着用するよう求められていたことから、夫妻は見つけたもと B-17 爆撃機搭乗員の制服を着用し戦時中のカップルとして参加した。その時イエゲンは週末にバージニアビーチの上空を飛行するために これらの歴史的な航空機を一つ入手することが面白いかもしれないと考えた。彼はすぐに第二次世界大戦時代の航空機を探したが、その困難さをすぐに知った。時折修復プロジェクトがあったが、飛行可能な機体の販売はとても少なかったため、彼は最終的にロシアの北極圏北部から回収された P-40E 戦闘機の残骸を購入した。 この機体は第二次世界大戦中のルーズベルト政権によるリンドリースポーに基づいて供与されたものであった。ソビート連邦の崩壊に伴い、スイスの時計メーカーはこのような墜落機の残骸をいくつか回収し、カンザス州の小さな町の修復業者に販売していた。契約はすぐに成立し、修復を開始するためにノーフォークに移された。 P-40E の修復が最初に行われることが決定された。しかし、部品を製造していたほとんどの企業はずっと前に事業を停止していたため、必要な部品の多くは元の製造業者に注文することができなくなっていた。このため、多数の小さな部品を探して、家へはニュージーランドを訪れた。彼は自ら P-40 修復を完璧に言っている。 地元の団体を知った。団体はすでに必要な組み立てジグを構築し、そのような航空機を完成させるために必要な入手、不可能な部品の一部を製作していたので、不完全な状態の P-40E をニュージーランドのオークランドに輸送し、その団体の手を借りて、修復を完了させることが決定された。2年以内に修復が終わり、この飛行機は最初のテスト飛行を行い、 南東にあるおまかのイースター航空ショーに展示された。この時、米国義勇軍、フライングタイガーズに所属していた、テックスヒルのマーキングがされていた。その後解体され、コンテナ輸送でバージニアに変装された。イエーゲンは P-40E を入手すると、2期目の航空機を入手しにかかった。彼は、バージニアビーチ北部のベイアイランドのあたりに住む。 裏庭に珍しい FG 戦闘機を保管している所有者から買い取った。航空機は分解状態ではあったものの部品の欠損は少なかった。この機体はもともとニューポートニュースのバージニア戦争博物館で展示されていたが所有者は地元の VFW ポストを通じて入手した。この珍しく歴史的な航空機は第二次世界大戦中の沖縄戦で 航空母艦イントレピットから攻撃を行った機体であった。一方イエーゲンはオリン式飛行機の飛行経験がなかったため、現在珍しいオリン式飛行機の操縦方法を学ぶためにテキサスで販売されていたステアマン服用機について所有者と電話で交渉し購入した。しかし、ステアマンはオリンの着陸の基礎を学ぶのに適した練習機ではあるが、 第二次世界大戦の戦闘機の速度より遅く、練習機としては十分ではなかったため、より早くより重い練習機を獲得することが決定された。イエーゲンが練習機を探していた頃、南アフリカ共和国では、アパルトヘイト政策の廃止後、新しい指導者としてネルソン・マンデラが選ばれた。このことにより、南アフリカに対する、 世界中の武器禁輸措置が解除された。これに先立ち、彼らは AT-6 練習機のような余剰となった第二次世界大戦の軍事訓練機でパイロットを訓練していたが、武器禁輸措置の解除に伴う新型機の導入により AT-6 がすべて同時に市場へ売りに出された。このような飛行機の価格は当初大量販売によって比較的安価であった。 イエーゲンはこれを知り、この中から海軍の SNJ-4 として指定されていた機体を購入した。博物館は2005年に建設され、収集された航空機の修復や保管が行われていた。2008年にはある程度の所蔵品が揃ったことから一般公開が始められた。2013年6月にイエーゲンの事業が厳しくなり、博物館が財政難となった。 このため博物館やそのコレクションが売却されることが明らかとなった。彼は航空教育学校の事業をすでに売却していたため、博物館の資金源となる事業を有しておらず、貯金や入場料で博物館を運営していた。ザ・バージニアンパイロット氏は、家限が私は博物館へ毎年多額の助成金を支給していたが、私のビジネスでは、 金銭的にそれを行うことができなくなったため、解決策がないと述べたと紙面に載せた。発表された博物館と航空機の販売はさらに早まった。一週間後、博物館は間もなく閉鎖され、施設の飛行機の一部は飛行可能な状態を保つために売却される可能性があると、私たちはまだ営業しており、事業は通常を営業だと発表された。しかし、 イエーゲンは、博物館の航空機数機を売却したのみで、経営を立て直した。現在、イエーゲンの事業と博物館の運営は正常である。経営は良好な状態を保っていると見られ、2013年以来、DH-89 ドラゴンピードを含む数機が取得されており、飛行可能とするため修復されている。博物館は、 バージニア州バージニアビーチ市のプンモ地区にあるバージニアビーチ空港という小さな芝生飛行場の一角にある。建物は東と西に分かれている。西側には北からザコトバス、ファイターファクトリー、ワウィー格納庫、ザゴックスヒルタワーがあり、東側には西から陸軍格納庫、入り口のある本体建物、海軍格納庫がある。 博物館の本体建物の西側に隣接している。この15000平方フィートの格納庫には、英国陸軍、ロシア、その他の国のコレクションの一部と、米国陸軍航空隊の航空機の多くが展示、格納されている。陸軍格納庫は、特別なイベントのためにレンタルを行われており、天候次第では、航空機を外に移動して、 テーブルと椅子用のスペースを空けることが可能である。博物館の本体建物の東側に隣接している。この15000平方フィートの格納庫には多くの米国海軍機やドラゴンラピードが展示、格納されている。海軍格納庫は軍の体幹式、結婚披露宴、その多種的な行事のために貸し出されており、博物館主催の各種ダンスパーティーの会場ともなっている。 1934年にオスドイッシュ、ランドワークシュタットン GMBH によって建てられた本物のドイツ軍格納庫である。格納庫はもともと飛行学校の航空機を収容するためにドイツ空軍第6格納庫として建設された。第二次世界大戦中の1941年から1944年までは FW190 戦闘機と FW200、 輸送機の製造中に、フォッケブルフ社が保管都市圏飛行の拠点として使用した。第二次世界大戦終盤になると、打152戦闘機がそこで組み立てられていた。この格納庫は、ベルリン南東のコトブスにあるコトブス陸軍飛行場から移設された。現在は、ドイツ軍機が展示、格納されている。博物館の展示機及び新たに入手された機体の、 修復及びメンテナンス施設。公開されている。2011年に第一次世界大戦期の格納庫として西側のファイターファクトリー南に隣接してオープンした。この15000平方フィートの格納庫は英国の建築家であり、両世界大戦の歴史的な飛行機とヨーロッパの航空事情に精通しているスティーブン・アトキンによって設計され、 第一次世界大戦中に格納庫として使用されていたフランスのナヤを連想されるデザインとなっている。この格納庫は滑走路に対して垂直方向の誘導路に面した小さなドアを備えており収容されている軽量の木製および布製の飛行機を芝生の中機場に誘導できる。外装は下見たばりの木材で屋根はブリキという プンゴ地区における古い納屋の多くでよく見られた外観の建物となっている。1942年8月、コックスヒル空軍基地は1941年初頭に行われた協定の下で正式にアメリカ陸軍航空軍に移管された最初のイギリス空軍の飛行場であった。この飛行場にあった管制塔がこのタワーである。博物館の管制塔は実際に イギリスのリンカンシャアにあるゴックスヒル空軍基地に建てられていたものであるが、同様な何百もの基地にあった塔は、現在、取り壊されたり放置されて朽ちているため、これはこのタイプの内米国にある唯一の本物の塔である。バージニアビーチ空港と博物館式地の入り口にある恐竜彫刻が置かれている公園。無料で見学できる。第一次世界大戦。 第二次世界大戦の時に使用されていた航空機をはじめ様々な年代の航空機を所有している。そのうちかなりのものが飛行可能ないし飛行登録番号を取得することで飛行可能に準ずる状態となっている。博物館、ありがとうございます。